2011年、パリオペラザバレーによるレインのカーテンコールパリオペラザバレーは、フランスのバレー団。パリ国立オペラを構成する一組織であり、世界最古の国立バレー団である。ロンドンのロイヤルバレー団、モスクワのボリジョイバレー、サンクトペテルブルクのマリンスキーバレーと共に、世界最高峰の四大バレー団の一つとして知られている。2016年8月から、 芸術監督をオーレリー・デューポンが務めている。バレエ団は主にガルニエグーを拠点としている。団員は153名で、うち15名がエトワールである。ガルニエグーのファサードを飾る彫刻の一つ、ダンスバレエ団と同様に名高いのが、付属のパリ・オペラ・ザ・バレエ学校であり、世界最高のダンススクールの一つとされている。2013年に、 創立300周年を迎えた。同校の出身者は、これまでに、ブノワ賞を20回受賞している。本バレエ団及び、バレエ学校に入るための競争は、非常に荒烈なものである。パリオペラザバレエに入団するためには、パリオペラザバレエ学校に入学した上で、毎年5月の試験に合格し、最低でも2学年を終了することがほぼ必須とされる。パリオペラザは、 1669年にオペラアカデミーとして創設された。その時から一貫してパリオペラザバレエはパリオペラザを構成する一部分である。ただし演劇的ダンスがオペラザの重要な構成要素となったのは1673年に名称が王立音楽アカデミーに代わりジャンバティストリュリの指揮下に置かれてからであった。パリオペラザは その長い歴史の中で何度も正式名称を変えてきたが、1994年以降は、パリ国立オペラと呼ばれている。パリオペラザバレーの起源は、ルイ14世の宮廷におけるダンスの組織、監修、実践に求めることができる。超人貴族の一場面とりわけ重要なのは、モリエールがピエール・ボーシャンやジャンバティスト・リリをはじめとする振付や、 作曲家たちと共に創作した一連のコメディバレーである。1661年には最初の作品である、歯と迷惑な人たち。1670年には最も重要な作品である、超人貴族が上演された。これらの作品の多くは、パリのパレロワイヤル劇場で森エル劇団による上演も行われた。同劇場は後に、歌劇団とバレエ団にとって、 初の継続的な拠点となった。王立舞踊アカデミー設立の特許上また、1661年には、ルイ14世が、宮廷の娯楽のためのダンス指導の質を向上させるためとして、王立舞踊アカデミーを創立した。同アカデミーの会員は、アカデミー公認のダンス教師となり、宮廷バレエやモリエール作品、後には、オペラ作品において、生徒たちと共に、 バレエの創作に関わった。1680年には、ボーシャンがアカデミーの総裁に就任した。王立舞踊アカデミーとオペラ座には密接な関わりがあったが、両組織は別々のまま続いた。1789年に、君主制が崩壊すると、アカデミーは解散した。1669年6月28日、ルイ14世は、詩人のピエール・ペランに対し、 フランス語のオペラを上演するための独立したアカデミーを設立する特権を与えた。これにより、ペランはオペラアカデミーを創立し、1671年3月3日、最初の作品である、ポモーヌ・オブ・テイユ球技場で初演した。本作には、アントニ・デーブロス振付によるバレエが含まれていた。1672年、リュリはペランの特権を買い取った上、 新たな特許状を手に入れ、音楽家とダンサーが他のフランスの劇団に出演することを制限した。ルリ,リのものとなったアカデミーは、王立音楽アカデミーと解消された。1672年11月、ルリ,リの最初のオペラ、アモールとバッコスの縁が、別家球技場で上演された。振り付けは、アントニ・デブロスとルリ,リが、舞台装飾は、カルロ・バガラニが手掛けた。 本作は、主に、リュリのこれまでの宮廷バレエの抜粋で構成され、そこにデブロス振付による新たな場面が加わったものであったが、それまでの宮廷バレエとの決定的な違いは、プロのダンサーのみが出演し、宮廷の人々は参加しなかったということである。1673年4月27日、リュリの次の作品である、カドミウスとエルミオーヌが、同じくベッケ球技場で上演された。 本作はフィリップ昨日の台本に基づく初の叙情悲劇であり、振付けはデブロスが手掛けた。モリエールの死後間もない1673年6月、ピエール・ボーシャンがリュリの劇団に加入した。ボーシャンはそれまでパレロワイヤルでモリエールと共に創作をしていた。この時、リュリはパレロワイヤル劇場を乗っ取り、モリエール劇団にはゲネゴーン劇場へ移転するよう強いた。 オーシャンは、リュリが1687年に死去するまで、パリオペラ座で、リュリとの共作を続けた。リュリとキノは、共に、数々の傑作を作り上げ、音楽劇の合間に挿入されるダンスが重要な、役割を果たす、新しいフランスオペラのジャンルを生み出した。リュリ作曲、機能台本による、アルセスト、または、アルシードの勝利当初、パリオペラ座バレエのダンサーは、 全員男性だったが、1681年1月21日に、初演された、ルリのバレエ、愛の勝利において、ラフォンテーヌ城が出演し、最初のプロの女性ダンサーとなった。18世紀には、パリオペラザ、バレエ学校の前身となる、付属学校が1713年に開校したほか、ラモのオペラや、後には、クルックのオペラが、ダンサーの水準を向上させた。 1776年から1781年には、ジャンジョルズのベールがメートルドバレーとして、とりわけ大きな影響力を持った。1778年のベールは、モーツァルトの音楽を用いた、レプティリアンを創作した。1781年からは、マクシュミリアン・ガルデルがメートルドバレーを務め、彼が1787年に指去した後は、弟のピエール・ガルデルが後を継いだ。 ピエール・ガルデルは、ラ・マルセーエズ、自由への捧げ物などのバレエを創作して、フランス革命を生き延び、1820年にメートルド、バレエを引退したが、その後も1829年まで活動を続けた。1820年、ピエール・ガルデルの後任として、ジャンル用メールがメートルドバレエとなったが、オーメールはマイムを使いすぎ、筋書きや人物像を深めるような振り付けができて、いないとして、 強い批判を浴びた。1821年、オペラ座は新たな拠点であるサル、ルペレティエへ移り、ここでロマンティックバレエが生まれた。ロマンティックバレエの代表作、ラペリ1875年、オペラ座はカルニエ宮に移転し、現在までここを拠点としている。セルジュ・リファール・パリオペラ座バレエは19世紀後半に衰退していったが、1929年、 オペラ座総裁のジャック・ルーシェは24歳のダンサーであったセルジュ・リファールに監督を依頼した。リファールは1930年から1944年まで、さらに1947年から1958年までメートルド・バレエを務め、バレエ団の技術的なレベルを回復させることに尽力し、同団を世界最高峰のバレエ団の地位に押し戻した。リファールが フランスバレエの復興に着手したことで、バレエ団は新たな強みと目的を得た。また、リファールは、同団のために多くの新作バレエを創作した。リファールは、第二次世界大戦の騒乱やドイツのフランス侵攻も乗り越え、約30年間にわたって、バレエ団を導いた。また、バレエ団を率いて、アメリカへ赴き、満員のニューヨークシティセンターで講演を行った。 観客は熱狂し、ダンサーたちを大いに称賛した。ルドルフ・ヌレーフは、バレエ史上最も偉大なクラシックダンサーであり、かつ優れた振り付け屋であるとされる。1983年、ヌレーフは、パリオペラザバレエの芸術監督に任命された。ヌレーフは、監督業と並行して、ダンサーとしての活動を続け、若いダンサーの支援も行った。当時最高の、あるいは、 史上最高と言っても過言ではない女性バレエダンサーはシルビー・ギエムであったが1984年、ヌレエフは19歳のギエムをエトワールに任命し、二人は伝説的なダンスカップルと言われた。ヌレエフの時代はパリオペラザバレエの黄金期とされている。1995年から2014年まで芸術監督を務めたブリジットル・フェーブルは、 1990年から2011年までメートルドバレーを務めたパトリス・ワールと共に、ヌレーフが確立したバレー団の高いレベルを維持することに成功した。また、ルフェーブルは、卓越した振付屋であるウィリアム・フォーサイス、アンジュラン・プレル・ジョカージュ、デシガワラ・サブロー、ジョン・ロイ・マイアーラに振付を移植した。2014年11月、バンジャマン・ミルピエが芸術監督に就任したが、 彼が2016年6月15日に辞任するまでの期間はバレエ団にとって混乱の時期であった。ミルピエはフランス出身のダンサー、振付屋だが1993年に16歳で渡米しており、ダンスと振付の専門教育は主にアメリカで受けている。2014年、ミルピエは新しい芸術監督に任命されてフランスへ戻ってきたが、 二つの点でうまくいかなかった。一つは彼がオペラ座のダンサーたちにヌレーフが1992年に振り付けたクラシックバレエラバヤデールをコンテンポラリーバレエのように解釈させようとしたことであった。その目的のためミルピエはすでにラバヤデールを踊るゲストプリンシパルダンサーを採用していた。二つ目はミルピエが エトワールが主役を踊るという階級性を崩したことである。ミルピエは自身が新たに創作するコンテンポラリー作品、クリアラウド・ブライト・フォワードの出演者を決めるにあたり、154人のダンサーの中から自らのアイデアと構想を表現するのに最もふさわしいと考えた16人をドリームチームとして選んだ。エトワールのカール・パケットはインタビューで オペラ座で30年間過ごしたが、この6ヶ月ほど嫌な気分だったことはないと述べている。1994年から2015年まで、エトワールを務めた、オーレリー・デューポンが、2016年8月1日から、芸術監督に就任した。パリオペラザ・バレエの階級は、上から、エトワール、プルミエ・ダンス、ル・スジェ、コリフェ、 カドリーユの5つであるが、この階級性は非常に厳しいものである。ダンサーにとっては、まず、パリオペラザ、バレエ学校に入学することが事実上必須である。バレエ団の団員のうち95%が同バレエ学校の出身だからである。すなわち、バレエ団のコールドバレエとなるには、バレエ学校に入学し、最低でも最後の2学年を終了することが求められる。ただし、 バレエ団に入団できるのは、バレエ学校の卒業生のうち5%から20%程度であり、かつ、はじめは研修者という立場である。正式団員であるカドリーユになるためには、毎年11月に行われる昇進試験に合格しなければならない。さらに上の階級に昇進できるかどうかは、ひとえに、翌年の昇進試験で審査員を前にうまく踊れるか、どうかにかかっている。 最高位であるエトワールは任命された者の,のみしか昇進することができない。エトワールになるためには、プルミエダンス、ルとして何年も主要な役を踊り、人並み外れた卓越性と美点を持つことを示す必要がある。パリオペラザ、バレエ学校の内観パリオペラザ、バレエ学校は、世界最高のダンススクールの一つである。男女共に6クラスあり、 第6学年から第1学年までに分かれている。1987年、それまで、カルニエ宮にあった同校は、パリ中心部から西20キロほど離れた、ナンテールの新校者へ移転した。新校者の設計をしたのは、クリスチャンド・ポルザンパルクである。1995年から全寮制をとっている。現在は、朝8時から正午まで、すべての生徒が、 フランスの大学入学資格であるバカロレア取得に向けた勉強をしている。バレエ学校の入学試験は90%以上の受験者が不合格となる。現在エトワールとなっているダンサーでさえも入学試験には一度不合格となったり、私費の生徒として入学していたりする場合がある。さらに、毎年5月の試験で20%の生徒が落第し、学校を去ることになる。 パリオペラザバレーに関連する主な振付や及びその作品は以下の通りである。2009年、エトワールのマニュエル・ルグリの引退公演ダンサーの階級は上からエトワール、プルミエダンス、ル、スジェ、コリフェ、カドリーユの5つである。当初、現役エトワールの上限人数は4名とされていたが、徐々に増加し、現在は18名とされている。 エトワールの引退の上限年齢は他の階級と同じく42歳であるが、エトワールの身分は終身のものであり、退団後も継続する。17世紀、18世紀、19世紀、20世紀以降。ありがとうございます。